この3人今最も勢いのあるユニットかもしれません。望月進、神田康、ダークネスドラゴン M2K、 今日も神戸の街を席巻してしまうんでしょうか。さあ入ってきた、いきなり戦いが始まってしまったか。ゴングが鳴りました。いきなり試合が始まってしまった。いきなり始まってしまいました。今日はマスクをつけてきてますね。そうですね、はい、ドラゴンに合わせたんですよね。あ、そうかもしれませんね。さあ場外戦が行われております。リング上ではダークネスドラゴンとドラゴンキッドでやります。 M2K はそれぞれマスクをつけてやります。これはドラゴン狙いってことなんでしょうかね。そうですよね、まあ、この大一番にかけての一つ の、 アピールだと思うんですけど、ね、なるほど。さあ抱え上げた、あ、3人がかりです。さあそして腕をクロスして、屈辱的です。それは屈辱的だ。3人がかり取りますね、取りますね、ここでマスクを取りました。なんか不慣れなことしてるとね、それが稼になってね、命取りになりかねないんでね。そうですね、取りました。ドラゴンキットがちょっと捕まっています。スープラトンの攻撃、あーそう強烈抑え込んだ。どうだこの、試合のやっぱりその対立軸のやっぱ一番の焦点にあるのがこの2人なんですよね。ダークネスドラゴンとドラゴンキッドの競争ということで、まあ、昔でいうとあのタイガーマスクとね、あのブラックタイガーの競争みたいなもんなんでしょうけれども。そうですね、はい。さあ斉藤亮がロープに飛ばされた。さあタックル、自転車を取り戻して波に乗っております。キャンプ1番これを返した、投げをこれをこらえた。逆に今度はおっとこれまた持っていった。さあ正面を向いて打ち上げ一瞬、さあそして腕を取る、総合技に持っていきました。今度はマルビンだ。おお、これはすごい、これはすごい、すごい華麗ですね。逆に飛ばした、背面で着地して、今度は何に持っていくんだ。うわー、これまた持っていった、飛ぶか飛ぶか、あー、これがマルビンでしょ。素晴らしいですね、すごい素晴らしいですね。さあそして今度はドラゴンキッド、負けてはいられない、着地した。今度は何だ、バックブリーカー、テープラドラゴンヒーローを持っていきました。望月進、今度はロープに飛ばす、これを返していった、トンボを切っていった、うまく返していく。さあこれは大丈夫ですか。そうですね、さあ飛ぶか飛ぶか、おっと、あと危ない危ない、背中の向きもね、そうですね、かなり、もう了解な連中ですよね。さあブレンバスターの体勢、強烈なブレンバスター、ダークネスドラゴンが抑え込んだ。これはどうか、カウントは2でやります。あのシーマのクレイジーマックスもね、どこかこう、はい、ベビーフェイス的なね、こう人気を寄せてるヒールでありながらね、に比べて、まあ、彼らは本当にそういう意味では悪さに徹したヒールですよね。そうですね、あ、ちょっとマスクに手をかけましたよ。取られそう、危ないですよ。最近はこれがもう下半身なんですよね、同行手段でね。マスクマンにとっては屈辱であります。さあそしてフライングメアヤからバックを取った、またしてもマスクに手をかける、マスクに手をかける、斉藤亮が入ってくる、斉藤亮が入ってくる、今度は望月が入ってきた、2人がかり、
青井さん、今のところは M2K のペースですよ ね、 そうですね。ただ斉藤選手もですね、ここのところ藤選手との、ね、一連の構想の中でものすごい飛躍的にスキルアップしてるんでね。そうですよね、自信してましたよね。今一番正規軍の中でね、なんていうかな、元気があっていい感じじゃないですかね。そうですね。で今日は非常にシリアスモードで対峙してますので、また新しい斉藤亮選手の一面が見れるような気もしますね。斉藤が捕まっております。今度はダークネスドラゴンが入ってまいりました。もう一発いった。これはすごい、すごい、まるでデッドリードライブ。望月に入ってきた。3連発か、これは厳しい。完全に腰狙いでしょうか。タッチはできない。早くも5分経過。これ 4,5 発やってますよね。ちょっと厳しいですね。まだまだ行く、まだまだ行く。繰り返すこと5回。まあ、キャリア的にね、やっぱり一番若い斉藤選手がターゲットになるのはやむを得ないところだと思う。最後多分キッド選手の首狙いなんでしょうけれども、はい、一人メンバーの中の一人のね、力をこうパワーダウンさせておくと後の展開がやっぱ有利ですから、その辺のやっぱりこうゲームメイクが、M2K の連中が老獪ですよね。そうですね、抜け目がないというか。そうですね、確かにね、うん。さあちょっと捕まっております。斉藤大丈夫でしょうか。かなり捕まっている。今度は神田、神田の膝。さあ足を固定して足の付け根にストンピング、ラッシュラッシュ。ちょっと斉藤の動きが止まりそうです。足を取りました。そして肩逆エビ固めの体勢。ロープまではあとどれぐらいでしょうか。2メートルから3メートルあるか。デフェンスグラインドを作るのが上手いですね。ですね、今度はキャメルクラッチの体勢、カバードに入りました。もともと田辺レフリーは割と隙の多いレフリーであるんですけど結果的にワリホに加担してしまうというか ね、 そういうところもあるんですけれども。さあちょっと斉藤苦しくなった。ドラゴンが中に入る。さあ今度はまた、ああ場外戦になったか。場外戦か。さあ1対3の構図でしょうか。リッチー・マルビンの場外だ。さあ1対3か、どうかどうか、合体か合体か。ああ、大車輪キック持っていった。これは強烈。さあ抑え込んだ、どうだ。アウトカウ、危ない危ない。なんとかタッチをしていきたい斉藤。非常にスピーディーです。さあしかし捕まっていて危ない。ドラゴンがいたか、あっと、またしても捕まってしまった。あーっと DDT 合わせ鏡のように持っていった。そしてストレッチ技、これは苦しくなった。これは苦しいストレッチ技、これは苦しい。M2K のペース、これは厳しくなった。これは厳しい、これは厳しい。場外に押し合った、あんなが場外に押し合える。そして望月がドラゴンキットを場外へ。リング上は斉藤が残されている。これ斉藤狙いになったんでしょうかね。そうですね、キャリアが若い分狙われてしょうがないんですけど、最近の勢いがあるんでね、ちょっと調子に乗るのを止めていこうというような狙いもあるんでしょうね。そうですね。さあそしてまたガッタショットが、しかし、ああ最後までいった。救出救出、フロントスープレックス。さあいったいった。ご残業ですかこれは。そうです、今3回くらいしましたよね。ザ・ブランチョー、そして金田が1対1だ。キットが行きます。レッキの負けだ。トルビージョか、素晴らしいですね。素晴らしい、素晴らしい技の共演。さあダメージの具合はどうでしょうか。
素晴らしい空中技の共演が見られました。今の空中戦である程度押し戻した感じがしますね。そうですね、さあしかしダメージがかなり深そうです。さあカウントが進む、場外カウントが進みます。ベッキーが入ってまいりました。望月が入ってくる。ベッキーと望月の直面だ。あーっとすかされた。しかしあーっと張り手カウンターになってしまいました。ロープに飛ばしていく。これをうまく返した。返すぞジャーマンか。あーっと重所蹴り、重所蹴り、重所蹴り。あーっと、これは厳しい。どうだ。あーっと今度は危ないですね。今度は神田と斉藤、うまくかわした。ドラゴンか、ドラゴンか。エルボーで返す、エルボーで返す。ローリング止まった、ローリング止まった。さあいくか、フィッシャーマンでサーブレッシュ、クラッチを離さない。もう一発いった、まだまだいくぞ。もう一発、さあいくか。フィッシャーマンでポスター乗っていく。抑えた、どうだ、決まるか。カウント2、カウント2、カウント2。さあ斉藤が勝負に出るか、勝負に出る。あーっと、エンズイエのミサイルキック。さあ行くぞ、ここでサイクリングヤッホーだ。サイクリングヤッホーだ。今じゃ決めるか、ここで完成、サイクリングヤッホー。さあどうでしょう、決まってますね。あーしかし助けに行かないと。ダークネスドラゴンが入ってまいりました。しかしチャンスです、しかしチャンス。まあでも序盤にあれだけ攻められてね、一人で、はい、よく盛り返しましたね。そうですね、キックで返していった。あーっとエルボーバット、これは強烈だ。危ない危ない、裏投げ持っていく。さあトップロープに上がった。危ない危ない、さあ飛んだ、飛んだ、場外に落ちた。ダークネスが来る、場外に落ちた。今度はどうするか、これを切り返す。蹴りを一発見舞った。そしてブレンバスター、ディンバスターで返す。うまい、うまい、実にうまい。抑え込んだ、これはどうだ、決まるか、決まるか、決まるか。おっとカウント2。何度もやっぱり対戦してますんでね、はい、やっぱ切り返し切り返し、お互いに読み合ってね、どん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 やっぱ攻防が高度になっていきますよね。確かにそうですよね。投げを打っていった。さあどうするか、マシストラの対戦か。おっと抑え込んだ、どうだどうだどうだ。おっとカウント2。場外戦も繰り広げられている。あーと円髄脳髄に響いた。勝負に出るか、勝負に出る。さあ持ち上げた、ついたブロックこれは危ない、危ない、どうだ、返した返した。危ない、危ない、もうヒヤヒヤしますね。真っ逆さま、垂直落下式持っていきました。さあ場外戦も激しくなってまいりました。そしてリング上ではダークネス行く、ドラゴンが返すか。あっ出たのか、これが出たのか。これはデジャブだ、符号技持っていった、デジャブに入った。なんとか振りほどきました。今惜しかったですよね。でもやっぱり6人タグだとね、どうしてもストレッチ系の技でギブアップ取るというのは難しいですよね。確かにね、分断させないとね。サンドイッチのラリアット、そして今度は正面からエルボーバット。抱え上げる、合体か。あーっと勝った、これは強烈、どうだ、あーっと間に合ったか、間に合った。危ないですね、もう汗かいた。やっぱ関軍はちょっと一人が孤立するシーンが目立ちますね。やっぱそれだけM2K の方のね、やっぱりチームワークがうまく機能してるんだと思うんですけども。うまく返した、ダリアットかばす、正面が向いた、うまくかばして、スイング式の DDT に持っていった。さあそして、いった、いった、おろと
プロープに上がる。あー、しかし、これも違うな。危ない、危ない。中に何が入ってるんですよね。危ない。横に上がったか。さあ、そして、あー、下克上へのボールが落ちた。さあ、形が。あーっと、ダークルスポッターか。危ない、左落ちてます。ブルーボックスで殴られるとね、途端にスローダウンするんですよね。あーっと受け止められてしまった。あーっと日本がこれは危ないぞ。松坂様、これはどうだ。あーっとカウント2を返す。頑張ります。ベッキー・マルビン頑張る。しかしダメージはかなりきつい。あーっと体を合わせた。丸め込んだ。これはどうだ。カウント2。一進一退、全くの一進一退の攻防。ラリアット、ものすごい勢いだ。あーっとカウント2。今クリストでしたね。危なかったですね。ジュニアクラスのラリアットじゃなかったですね。はい、抱え上げた。危ない、斉藤が奪い合った。しかし神田も行く。リッキーが行く。あーっとフランスを決めた。大丈夫か。この辺りは実にうまい。レッキー・マルビン、何を持っていくのか。最後は落としていった。さあ、そして